おー、柳、初めて来てくれた。うん、いい天気だ。今日はいいことがあるといいな。あれ、柳らしくない。いいことがある確率何パーセントとか言うのかと思ってたわ。いや、ちょっと挨拶が遅れたけど、よ。私なんでさ、挨拶をよにしてるんだろうね。なんかキャラに話しかけるたびによって言ってるから、なんかその癖がついてしまったのかもしんないね。えね、なんかさ、長くなるんだけどさ、もう3分くらい私の話聞いてくれます？なんか私さ、菊丸さん。お、いいとこに来てくれたね。なんだい？え、いいとこって？面白いもの見つけたんだ。ちょっとついてきてよ。なんだろうなんだろう、菊丸の言う面白いもの、なんだろう。ハンカチ？ちょっと待っててね。果物？蛇？木に登って何をする気ですか？飛び降り？飛び降りることが面白いこと？おお、キャッ、いいケツしてんな。あーあーってやつ。あ、なんかこの腕のさ、腕のふくらはぎじゃないけど、そこら辺が結構リアルだった。かわいいな。キクマルさん、危ないです。落ちるよ。理由になってません。いや、マジサナダに怒られるぞ。いいです、そんなことより気をつけて。ほらもう、あ、危ない。怪我してない？てんてんてん、大丈夫です。どうしていきなり俺の前に出てきたりしたのさ。菊丸さんが怪我しちゃいけないと思って。俺なら大丈夫なのに。そんなことして君が怪我してたらもっと大変じゃんか。あ、いいや、私なら大丈夫ですから。そのどっか痛いの？どこ？いえ、痛いんじゃなくてちょっと重いです。気づけ。あ、ごめん、今どっから。本当に怪我してない？菊丸さんこそ。俺は大丈夫。そう、全国大会を控えてるんだから。あ、けど、それ、俺も同じことを言いたい。え、あ、はい。俺も君に怪我されたくないし。いや、だったらあんな遊びすんじゃねえよ。はい。それじゃ、お互い様ってことで。にゃは？にゃは、もう。おー、あ、ひまわり初めてだ。ひまわりが、おー、似合うね。めっちゃ似合うね。どっちサムネにしよう。ひまわりは似合う、かわいいな。菊丸らしいな。うわさ、ああいうイベント、いるの珍しくない？なんかああいうイベントごとの後って大体いないと思うんだけど。7月30日11時半、今10時半だよ。まだ菊丸らしいね。あとね、キーワードリストね、あと2個なんだよね。よっ。や、ひょっとして水配ってんの？はい、そうです。そうか、
頑張ってるな。そうですか？うん、すごいと思うよ。君はよくやってるよ。そんなに褒めないでください。照れますから。いいよ、いっぱい照れて。俺君の照れた顔好きだもん。え？けどあんまり張り切りすぎないでよ。無理して体壊しちゃ俺が悲しいんだから。はい、ほえなんかもうこのゲームやってると恋愛したくなるわ。あ、最後に恋愛したのいつだ。恋愛っていうか片思いだった時期はあるけどさ。まだ、あ、でもこの大石の噂はきっと手塚、あ、違うかな。でもあと2個なんだよね。でも富士と合わせて3個あったから、どっちかが手塚の噂なんだよね、きっと。散歩ですか？うん、そうだよ。あ、そうだ。ん？俺の秘密の場所があるんだけど、見てみたい？見る見る。秘密の場所、はい、見てみたいです。オッケー、君には特別に見せちゃおう。大石なみなべ、ついてきてよ。男の子って秘密基地とか好きだよね。ここですか？また？うん、そうだよ。そこの木に砂糖水を塗ってるんだ。もしかしてカブトムシ？するとね、うわー、夜になると、うわ、カブトムシやクワガタがいっぱい集まってくるんだ。まあ確かに秘密の場所とは言ったけど、いい場所とは言ってないよね。へえ。すんごくでっかいのもいるんだ。うわ、やだよ。そうですね、カブトムシってそうやって捕まえるんですか。あれ、知らない？やらなかったじゃね。やらなかったよ。やったことなかったです。でも楽しそうですね。うん、楽しいよ。カブトムシって飛ぶんだっけ？それクワガタだっけ？あんまりクワガタとカブトムシの違いがわかんないんだけど。あ、富士の噂取れ、あーおー、もうタカさん、なんかどっちかが、あ、でもタカさんはさ、手塚の噂はしなかった気がする。手塚ルートやった時に。富士さん、いや、どうかな、調子は。はい、問題ないです。そっか、それはよかった。ところで君、最近エイジと仲がいいよね。そうですか。慌てなくていいよ。あれ、趣味そうだっけ。そうそう、エイジは手品が趣味だったな。そうなんですか。たまに見せてくれるけど、なかなかの腕前だと思うよ。一度見せてもらったら。まあ、トランプも持ってきてるしね、見せてもらいたいけどね。もしや菊丸の探索についていけるのでは。あ、みんなはまだ見てないであろう小姉妹の記憶を消していく。お、いっぱいいるね。あれ、探索まだ行かないのかな。あ、おかしいな。え、いない。押したいだけ水汲んでるんだ。やっぱいじめられてんじゃねえのか。日吉と話すっか、最近の私のお気に入り。よ、こんにちは、日吉くん。同級生に対してこんにちは。ああ、お前か。ああ、お前か。今日も暑いね。日吉くんは何してたの。別に、お前には関係ないだろ。まあそれはそうなんだけど、教えろよ。待って、傷えぐらないであげて。そういえば日吉くんって一人でいる方が多いよね。あ、でも私もそうだわ。俺は慣れ合うのが嫌いなんだ。うん、それに同じ2年の大鳥とカバジは海側だからな。まあ確かに私も慣れ合いは嫌いだし、こういう状況だったら日吉みたいな選択肢取るかも。一人でいる方が多いかも。だったら桃城くんやカイドウくん、立海の桐原くんや不動峰のイブくん、神尾くんもいるよ。まあ記憶力いいな。慣れ合うのが嫌いだって言ったろ。全国大会では敵同士だからね。日吉くんって友達少ないのかな。いや、私よりはいると思うよ。
え、でも日吉がさ、クラスのそんなこと知ってどうするんだ。クラスの男子とそんな喋ってるイメージが湧かないわ。赤谷はできるけど、テニスもしないのに変なやつだな。テニスもしないのに変なやつだな。お前には関係ないだろう。なんか喋り方がちょっと偏ってきてんだけど。あ、これはもしや噂に行こうとしたら菊丸が来るんじゃね？やっほーって思ったしょ。ちょっと話そうよ。うん。君の髪ってサラサラで長くていいよね。いや、サラサラかどうか見ないと分かんないけど、長くはなかったよ、あのビジュアルは。うん、サラサラの髪っていいなって思うよ。俺の髪少し癖があるから。菊丸さんの髪型って癖毛なんですかそれ？うん、髪型はちゃんとセットしてるよ。セットしてるんだけど、ところどころ跳ねちゃってね。あ、そういうのって大変ですよね。うん、だから君のストレートヘアが羨ましいかな。ねえ、ちょっと触っていい？え、あ、はい、どうぞ。うわお、触り心地も抜群。それに、いい匂いがする。あのさ、お風呂とかさ、入れてる君たち大丈夫？あの、もうちょっと離れてくれませんか？やだ。やだ。そんな、あの…なんてね、嘘。照れちゃって、可愛いぞ。あれ、菊丸ってこんなキャラだっけ？なんか私の勝手な菊丸のイメージだけど、本気で好きになった子にはなんかちょっと なんつうの、距離を置くじゃないけど、なんていうのか、いたずら、なんていうんだろうな。菊丸さん、探索ですか？うん、そう。一緒に行ってもいいですか？もちろん、大歓迎だよ。それでどこに行くんですか？前に野牛が小川を見つけたって言ってただろ。あそこの上流の方を調べてみるつもり。さあ、行こう。あ、ね、神尾ルートでは UFO を見たんだっけ？なんかめっちゃ見てる、こっち。探索ってワクワクしない？そうですね、冒険してるみたいで。だよ、俺こういうの好きなんだよね。楽しそうですね、菊丸さん。まあね、君はこういうのが嫌い？いいえ、好きですよ。まあまあ、いいえ、好きですよ。新しい発見がいろいろありそうで。だよね、探検とかって楽しいよね。はい。お、ほっほ、カッコだよね。カッコの鳴き声聞こえた。私も聞こえました。あの声聞くと森の中にいるって実感が湧くよね。あの、私の毎朝の目覚まし時計の音がカッコなんだよね。そうですね、うちのオウムとは違っていい声で鳴くな。菊丸さん、オウム飼ってるんですか？オウムだったらちょっと大変なことになったね。うん、オウムね、やかましいやつでね、世話がいるよ。オウム飼ってるって。君は何かペット飼ってる？うちはペット禁止なんで。あ、でもうちもペット禁止だよ。飼ってますよ、犬を1匹。犬か。いやー、でも私犬あんま好きじゃないんだよね。子犬の時から飼ってますから、ほとんど家族の一員ですね。いや、でも子犬の時から、いやー、さ、私猫めっちゃ好きなんだけど、猫飼おうと思ったこと一回もないわ。なぜかというとね、あの、だいぶじゃないや、絶対にペットの方が先に死ぬじゃん。それがペットが死ぬと同時に私も一緒に死んじゃいそうだから、もう飼いたくないんだよね。もう野良猫を可愛がるくらいかな。もう死んだら悲しいもん、立ち直れないもん。どんな種類の犬？雑誌です。ちょっとシベリアンハスキーが混じってる感じです。シベリアンハスキーって昔流行ったよね、あの冬のあれ、ソリ引いてるやつ。でも最近は人気がないらしいですよ。そうなんだ。そっか、そういうのもブームなんだろうな。犬にとってはいい迷惑だと思いますけどね。ここでの生活ももう4日目になるんだよね。そうですね、いろいろ大変だったでしょう。知らない人ばっかだったろうし。どう？もう慣れた？
どうなんでしょう。なんかさ、このヒロインのさ選択肢に絶対に曖昧なのがあるよね。うーんとかさ、どうだろうとかさ、結構ないだと思いますよ。そっか、それならいいんだけど、何か困ったことがあったらいつでも言ってくれていいや。ありがとうございます。あー、なんか選択肢全部当たってるっぽいね、私の。ところで君ってさ、休みの日とかどうやって過ごしてるの？私は遊びに行く、家の手伝い、友達と買い物。なんかエイジだったら何でもよくない？遊びに行く、いやでもちょっと家庭的なとこ見せた方がいいのかな。友達と買い物、難しいぞこれは。でも私は攻略サイトを見ない。主に家の手伝いをしてます。へえ、偉いね、自分で進んでやってるんだ。ええ、一応は。俺もよく家事とか手伝うんだ。当番が決まっててね。そうなんですか。時々兄ちゃんたちに押し付けられることもあるけどね。そうなんだよね、末っ子ってめっちゃ大変なんだよね、そういうとこは。もう押し付けられるんだよ、ほんと。気持ちわかるよ、菊丸。あ、昼顔、朝顔じゃなくて、ああ、朝顔、昼顔、なるほど。お、ほんとだ。ここって花もいろいろ咲いてるし、景色も綺麗なとこが多いよね。そうですね。そういえば強制的に決められちゃってたけど、君は海と山ならどっちが好きなの？やっぱり山？どっちも好きだよ私は。あ、でも間違えた、前言撤回。海は好きじゃないっす、山の方が好きっす。そうですね、やっぱり山の方が好きです。空気が美味しいですし。うん、空気はいいよね。遊ぶところも多いし。結構歩きましたね。あーやべえ、これ選択肢ミスったわ。やり直したい。かなり上流まで来ましたからね。この先は森が深くなってるみたいだし、あんまり先には行かない方がいいかな。あれ、ここは、あ、これはこの BGM はこれ何でしょうか。どれどれ、何かの跡でしょうか。でもさ、ミステリーサークルってさ、こんな上から見れないでしょ、この状況だったら。結構でかいよ。あ、これってもしかして、あ、これ今のセリフ聞く前だったらごめん。これってもしかしてミステリーサークルじゃないかにゃ。ないかにゃ。そう、 UFO の着陸跡ってやつ。あれ、ただのいたずらだったって話聞いたことありますけど。こんなところで誰がいたずらするのさ。これは正真正銘本物のミステリーサークルだよ。そうですね、そうでしょうか、よくわからないです。待って、これさ、選択肢で好感度買うんだったらちょっと、あ、これそうですねにした方がいいっぽい。ちなみにさっきの選択肢はどっちも好きにした方がよかったっぽいです。そうですね、こんな無人島でいたずらなんて意味ないですし、確かに。すごいよ、大発見だ。笑ってる。 UFO がここに来てるんだ。とにかく帰ってみんなに報告しましょう。お、みんなびっくりするぞ。いや、写真とか撮ったらな、乾も信じてくれたんだろうけど。この BGM なんなん。あとは特に変わったものはなかったですね。そうだね、そろそろ。なんだい、動いちゃダメだよ。え、いいからそのままじっとしてて。菊丸さん、その木の枝どうするんですか。ちょっと、何、蜂よ、動かないで。今逃げていったからもう大丈夫。え、逃げたって何が。ヘビ、君の足元にいたんだけど。え、ヘビ、マジで。うおお、嬉しそう。キクマル嬉しそうだ。ラッキーって顔してんだけど。ヘビ、ダメですヘビ。そんな抱きつくことあるかな、ヒロインも。なんかさ、この計画通りみたいな計画通りだぜみたいな顔やめろや。落ち着いてってな、もういないから。
本当ですか？私ヘビはダメなんですよ。私もダメだよ。大丈夫だって。本当にもういないから。本当に？うんうん、よかった。そんなにヘビが嫌いなんだ。そりゃさっきのは毒ヘビじゃなかったけど、噛まれなくてよかったね。菊丸もそういうことに関しては割と詳しいんだ。お、ひまわり咲く。似合う似合うけど、さっきのスチールがめっちゃ面白かった。いいっていいって。帰りはこうやって木の枝で地面を叩いて帰ろう。そうすればヘビは近づいてこないから。なんとミステリーサークルを見つけたんだ。あ、でもこれは見たな。なんだって神よ。ミステリーサークル。ほう、それは興味深いな。なんだそのミステリーサークル。あ、でもこれも見たからスキップはできるんだけど。ちょっと待って、今書くから。こう丸があって、こんな感じ。あれ、こんな形だったっけ。ちょっといいか。どうした神。あ、これは見たね。 UFO 見たんだみたいなうわさ取りに行きたいよ。さん、いや、もしかして散歩？はい、部屋の中にいると暑くて。だよね。かわいそうに。お昼の間に熱気がこもっちゃって。そうなんですよ。窓を開ければ涼しくはなるんですけど、虫が入ってきちゃって、かわいそうに。虫か。だったら俺に任せてちょ。え？俺目がいいからハエ叩きとか得意なんだ。あ、でもハエってなんかハエのその世界の見え方っていうのがなんかその証明されたらしいんだけど、なんだっけ、なんかものすごいスローに見えるらしいんだよね。ハエ叩きで叩いても、それがだからね、逃げられるっぽいんだよね。そうなんですか、うん、だから虫で困った時は俺を呼んでよ。退治してあげるから。サンキュー。うんうん、任せてよ。もうすぐマックスじゃん。噂なくてもいけるんじゃねってレベル。タカさんの、おー、こっちもあるね。まだいだ、また性格赤やーよ。眠りじゃねえよ、今ちょっと忙しいんじゃボケー。星が綺麗ですね。うん、そうだね。あ、流れ星。帰宅。え、どこですか？あそこだったんだけど、もう消えちゃった。残念、見逃しました。俺も願い事を言う時間なかったよ。少し待っていたらまた流れるでしょうか？うん、流れるんじゃないかな。一緒に見ていようか。はい。もうマックスなんだけど、早くない？これはなんか寄り道していいのかな？日吉いるかな？あー、ひくまるいるね。あ、ひくまるさん、もしかしてジャムを作ってるんですか？そうだよ。よくわかったね。私も作ったことあります。あ、キイチゴのジャムですね。さあ、キイチゴがいっぱい取れたからね。私も手伝います。何をすればいいですか？ありがとう。じゃあそっちの実を水洗いしてや。わかりました。わかりました日吉風に。菊丸さん、手際がいいですよね。以前作ったことあるんですか？うん、その時はブルーベリーだったけどね。
そうなんですか。私もブルーベリー狩りに行った時に作ったことはありますよ。じゃあ同じだ。はい。うん、いい匂い。明日はナンを焼いてみんなで食べよう。ナンを焼いて、どうやって？よし。じゃああとは。はい、レモン汁ですね。お、息ぴったり。いいタイミングだね。まるで大石みたい。そうですか。うん。俺たち、いいコンビになれるかもね。できた。あとは冷まして空き瓶に詰めれば完成ですね。おっと、その前に味見味見。あ、そうですね。これこれ。甘い。おいしい。おいしいって。ほんとだ。あと、この酸味もいいですね。うんうん。もう一口。もう菊丸さん、あんまり食べ過ぎないでくださいね。分かってるって。なんですか？マジなんか顔につい、おや。じっとしてて。いや、じっとしなくても。自分で取れますけど、それくらい。近。ほいっと。はい、取れた。え？口の横にジャムついてたよ。あ。おいしい。うわ、しかも食べるんだ、それ。ん？今、普通にうわって言っちゃったよ。そのジャムは、私のその…関節キス。なんちゃって。なんかさ、菊丸が女子だったらさ、なんか小悪魔的な女子だよね、絶対に。てんてんてん。いや、そんな関節瓶に詰めちゃう。関節キス程度でそんなギャーギャー騒がないと思うけど。調子に乗りすぎた。あ、いえ、そのいいんです、家じゃなかったから。そう、よかった。あ、3回目。私、関節キスとか全く気にしないんだけど、男でも女でも。菊丸さん、どこまで意識してやってるのかな。なんか菊丸さ、他のキャラと比べてなんかあれだよね。なんかあんまり、なんていうの、あ、やべ、うまく言えないけど、なんていうんだろう、まあ男にとってさ、あ、この人私のこと好きだなって大体わかんじゃん。そのオーラがさ、菊丸にはないんだよね。よーし、じゃあ多分次回最終回かな、長くなるけど。うん、よし、じゃあこの辺で切っとこう。多分次回来…え？間違えた。次回最終回。お、マックスだ。じゃあ、待って、キーワードさ。手品と、あと1個。これ多分多いっすね。じゃあ、川村の、え？違くね？どっちだろう？まあいいや。じゃあ、次回もよろしくお願いします。